え？どうも、ゆっくり霊夢です。いや待て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 。おいなんだ今の、ふざけてんのか。目立ちすぎだろ。そう、前回の動画で、ネオンリングめっちゃ目立つって話したよね。そしたら視聴者さんがコメントで教えてくれたんだ。その羽ピーリーにつけたら最強ですよって。最弱の間違いだろ。ということで今回マリサには、この最強スキンで戦ってもらおうと思うよ。嫌だよ、恥ずかしいし。こんなんすぐ敵に見つかって終わりだろ。マリサ、逆に考えてごらんよ。これで勝てたらそれこそ最強が証明されるんじゃない？いやそんなこともないだろ。手負いなんだこれ。でけえ、グライダーがでかすぎる。画面からはみ出してんじゃねえか。ああ、グライダー、収集ツール、バックパック、ありとあらゆるものを、できるだけ目立つものにしてきたからね。おい何してくれてんだ。てかやめろドラゴン、炎を吐くな。うるせえし、目立つから。まあまあ、かっこいいからいいじゃん。だとしてもピーリーと合わせるもんじゃねえだろ。ってこの収集ツールも目立つな、使いづれえし。ちょっと、文句言わないでよ。それ高かったんだから。知らねえよ。てか蛍光色が多すぎんだよ。そうそう、蛍光色といえばその羽。巷ではホタルと呼ばれてるらしいよ。ちょっとバカにされてんだろそれ。てか待って、もしかしてラップもか。うん、持ってた中で一番目立つ。クリスマス風のものを選んであげたよ。季節外れもいいとこだよ。脳筋さんたか私は。もう知らん、のんびり釣りでもしとくぜ。スラープフィッシュ。またスラープフィッシュ。青のタクショって、どんだけ神引きしてんのよ。なんか順調に装備揃っちゃってるし。てかよく誰にも見つかんなかったわね。もう残り半分よ。うん、やっぱりキノコは最高だぜ。シールドもつけれるしな。スラープフィッシュは2匹温存する作戦ね。そうだな、ちなみにあの後フロッパーもたくさん釣ったぜ。あ、金のピストル出てきたわね。スカー拾えてるし、今回はいらないかな。ポーションも出てきたけど、魚の方が強いしね。まあせっかく頑張って釣ったわけだし、今回はポーション置いていくか。ってやべえ見つかったじゃねえか。ほら、やっぱり目立つから。相手もネオンウィングしてるけど、確かに目立つわね。さて、スラープフィッシュも食べたし反撃だ。スカーを食らえ。よし、倒せたな。ナイスー。でもノーダメージで倒せたなら、スラープフィッシュ食べたのミスだったな。倒してからそこに落ちてるデカポで回復できたわけだし。確かにちょっともったいないかも。まあ結果論だけどな。いやー、いつ見つかるのかと常にヒヤヒヤだぜ。もう自分から先に見つけた方がいいんじゃない？あ、とか言ってたらいたな敵。くそー、バナナの頭が邪魔すぎるが、2発で倒せたぜ。かなり手負いだったようね。気づけば資材も結構増えてきたな。リスキーリールズでアップグレードするのもありね。あー、そうしようか。てかヘリめっちゃ怖い、早く隠れないと。よし、タクショーアップグレードだ。そうしたら SMG の代わりに別のもの持っても良さそうだぜ。ただ早くしないと、ここ思いっきりアンチの端っこね。そうだな。移動が大変だぜ。かといって早めに動くと、すぐ敵に見つかって蜂の巣にされそうだから、できるだけストームと一緒に移動したいな。まあ私フロッパー3つ持ってるし、最悪多少ストームに入っても大丈夫だろう。ということでもうちょっとだけ、ここで鉄でも集めとくぜ。助けて、動けなくなっちまった。ちょっと、何木陰でじっとしてんのよ。しょうがねえだろ、左にも敵いるし、正面にもいるんだよ。後ろ向かれたらもう終わりだ。見つかんねえわけねえし。ちょっとこれはマジで、ストームに入る覚悟をした方がいいかもね。ジャンプパッドもねえし、やっぱり移動がきつい。ねえあのヘリ、こっち向かってきてない？だろうな、やっぱりこのスキンヘイト集まりやすいんだよ。だがこれは逆に、潜在一遇のチャンスかもしれん。降りてくれたら、急いでヘリを奪うぜ。うおー、乗れ乗れー。おお、これは決まったウルトラシー。ストームの恐怖を相手に押し付けた。いやにしてもこのラッピングクソ目立つな。めっちゃ撃たれてるし。耐久値があんまりない、急いで。わかってる、全力で操縦してるわ。陸の上で爆発したらほぼ即死。少なくとも水の上までは。おっと、また撃たれてる。やばいな。もうちょっと飛びたい。ここからは判断が難しいところね。前みたいにヘリ爆発までの猶予がなくなったから、壊される前に降りたいけど、かといって海のど真ん中は危険すぎる。頼むもう少しだけ、撃たないでくれ。目標はあの小島、目下ヘリコプター。よっしゃー、作戦成功。なんとか最高の場所まで飛んでこれたぜ。いやー、よかったね。ありがとうヘッ。
痛え、1ダメージだけ食らったんだけど。わろた、そんなことあるんだね。お、物資あるじゃんそこに。よし、もう私この島から動かないからな。マリサもついに無人島生活か。タヌキチさんにいろいろ聞くといいよ。いやつもりやってんじゃねえんだよ。さすがに当たらないか。あっちの島に二人くらいいるんだよな。マリサのいる島は、いい感じに次のアンチに入ってるわね。ああ、ラッキーだったぜ。それにしてもマリサ、いい感じにシュガースポットが出てきたじゃない。ああ、そろそろ食べ頃だぜってバカ。なんも嬉しくねえんだよ。画面がうるさすぎて戦闘に集中できないわ。あ、ヘリが飛んでる。クリスマスのラップもなかなかだが、あのラップもかなり目立つな。やっぱり蛍光色は目立つよね。向こうにアイテムが散らばってるな。誰かが倒されたっぽいわね。くそ、めっちゃ遠いけど、ワンチャン当たらないかな。やっぱり別の島の敵をスカーで撃つのは至難の技だぜ。だがあの島からアンチに向かう場合、どうしてもこの島を経由したいはずだ。しかし上陸はさせないぜ、その前に倒してやる。さあ、移動し始めたわね。一番のチャンスは泳いでくる時だが、その前に少しは当てておきたい。うわ、ヘビ砂だ。だがこの距離、しっかりかわせるぜ。しかしマリサの攻撃も一発も当たっていない。そして驚いたことに、あの島にはまだもう一人いたみたいだな。悪いが、挟み撃ちさせてもらうぜ。うわぁ、海に入った人かわいそうね。いいぞいいぞ、向こうでやり合ってくれてる。私は簡単に背中をつけるってわけだ。おぉ、一人撃破。よしこのままもう一人にも猛攻を仕掛けるぜ。いや待てよ、これ相手撃たない方がいいかも。そしたら相手は自分の建築が邪魔になり、嵐に飲まれる。おぉ、本当にそうなった。てかマリサ、気づけばもう残り3人よ。うへぇマジか。ワンチャンビクロイ狙えるのか？慎重に、確実に立ち回っていくのよ。よっしゃ、任しとけ。1対1になったわ。お、最後の敵の場所はあそこで確定だな。だが厄介な櫓だぜ。なんとか崩せないものか。ロケランでもないと厳しそうね。く、土台壊すのは諦めるか。それより私もうちょっと前に出ないと、微妙にまだ次のアンチ入れてないからな。できるだけ安全に高さを保つために、この辺の建築と接続させた方が良さそうね。さて、相手さんもそろそろ動いてくるかな。うわめっちゃこっち見てる。こういう時にヘビ砂があれば、戦いやすいんだけどねー。仕方ねえ、スカーでなんとかするしかないな。うわ、撃ってきた。待って、めっちゃ攻撃激しくない？何使ってるんだ、ブルータスのミニガンか。あっという間に建築がボロボロね。あの弾幕、近づこうにも近づけねえ。スカーでうまいこと反撃するっちゃねえのか。お、一発当たった。よし、この調子ならいけるかもしれん。チクチク削っていくぜ。うらあ、やられた。絶望のヘビ砂。落ち着け、まだ回復はある。魚だってまだ尽きたわけじゃないんだ。でも、打開策が、クラッシュパッドもジャンプパッドもないから、なかなか近づけない。しかもアンチ運も悪いな。私だけ移動しなきゃ。というより、先にあの場所取ってた相手さんが上手だったようね。くそ、ミニガンがきつすぎる。だがそろそろ建築が、石材に切り替わった。これで少しは耐えれる。なんとか反撃しないと。危ないマリサ、相手スナイパー構えてる。うわ、また食らっちまった。ここまでか。ああ、残念だったね。くそー、やっぱりミシック武器持ってないときつかったか。でもめっちゃ目立つスキンで、頑張ったんじゃない？お疲れマリサ。今度また目立つアイテムが出たらリベンジね。いやもうやりたくねえわ。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よければよろしくだぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画でお会いしましょう。バイバイなんだぜー。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。